この動画はご覧のスポンサーの提供でお送りします。それでは南下して引き続き被害状況の方を探っていきましょう。爆風を受けたところはベニヤ板に置き換わっていて、かなりの高層階までベニヤ板に置き換わっていて、本当にどれだけの爆風がこの一帯にですね起こったのかと思います。ここの家は意外と大丈夫そうですね。強化ガラスでも完備していたのかな。結構ね、立派な3階建ての立派なお宅ですけれども、さすが金持ち、強化ガラス完備だったんでしょうかと思って拡大してみるとね、やっぱりねひび入りまくってますね。単にね処置が追いついていないだけのようで、やっぱりここは一番爆風のかかる場所なんで、かなりのですねダメージを受けているということが伺えます。いやーすごいですね、日本でこんな爆破事件が起きるとは。そしてこれが豪邸の下にある家庭菜園か何かなんでしょうか。ガラスで囲まれていますが、もちろんガラスはですね全部吹き飛ばされています。ひどいことになっています。本当にひどい。あ、そして同業者が3人もいますよ。同業者がやっぱり来ますよね、やっぱり来ますよね。そしたら引き続き被害状況を、どれぐらい南の方まで被害があったのか探っていくために、南下していきたいと思います。向こう側の商店なんかはね割と大丈夫そうに見えますけどね。そしてここのビル、これは反対側のガラスは割れてましたけど、こっちは大丈夫。ただ1階の店のガラスはベニヤ板に置き換わっています。そしてここにセイコーマート24時間営業がありますが、セイコーマートは無傷、セイコーマートが入っているビルの2階3階も無傷と。この辺まで来ると無傷だったんですね。なるほどね。まあ、大体これで被害が及んだ範囲が分かりましたので、まあ、道路を渡ってですね反対側の方に向かっていきたいと思います。これ南に行くと南平岸になります。まあ私の想像するところの平岸っていうのはこの風景なんですけれども、この見慣れた風景の中にですね全国を賑わせるような、全国を震撼させるような事件が起きるとは思いませんでした。やっぱり目立ちますね。マンションができた後も三連サラ金タワーは目立ちます。これぞ平岸。私が平岸って聞いて思い浮かべる風景がまさにこれですね。それでは青信号になったので先に進んでいきましょう。こちらは薬局があります。薬局はですね外に出ている看板も含めて全くの無傷のようです。この辺りは無傷なんですね。そしてその後もですね、雑居ビルなどがありますけれども、この辺りもまあ目立ったですね被害というのはありません。右の焼肉屋も無傷。その隣にはですね、女性向けの服屋さんがリニューアル中だと思われますが、全くの無傷です。このロイヤルホストはひどかったですね。でロイヤルホストの入っているビルの2階にですね北欧警備という警備会社が入っていて、この北欧警備の窓ガラスだけ無傷なんですよ。さすが警備会社ですね。多分窓ガラスかなり強化してあったんでしょうね。それがこんな形で役に立つとは警備会社の人も思ってなかったでしょうね。そして片側1車線を封鎖して今もなおですね事故処理が続いています。いやーこんな寒い中ですね事故処理に当たられている方は本当お疲れ様ですとしか言いようがありません。それでは次にですね路地の方を回っていよいよですね爆発現場に近づいていきたいと思います。ここはですね、平岸街道メインストリートから1本入った路地で完全な住宅地になっています。で、左のこの4階建ての住宅もですね、ロイヤルホストのビルとつながってると思うんですけれども、さすが、爆心地と反対側向いているとですね、割と無傷なんですね。なるほど。
そしてここにロイヤルホスト、営業中止を余儀なくされているロイヤルホストの駐車場がありまして、車が止まっているんですが、これはおそらくロイヤルホストだとか、あるいは解体業者、警察などの事故処理関係者がですね、今車を止めているものと思われます。いやー、しかしロイヤルホストはひどい目に遭いましたね、ほんとね。ロイヤルホスト、居酒屋、整骨院は本当にかわいそうです。そして路地を進んでいきますと、公園があります。この辺りまで来ると、事件の影響をほとんど感じさせない、閑静な住宅街になっています。今日ちょっと気温が高いということで、雪が中途半端に溶けて、道路は汚いですけれども、それでもまあまあ歩きやすい道ですね。冬の割にはですけどね。そしてこの路地まっすぐ進むと、白石中之島通りという大きな通りに出ます。そしてここで左に曲がって直進すると、例のですね、爆発事故現場です。これが、被害を受けたマンションを裏から見たところですね。やっぱり裏側はそんなに被害がないようですね。それではですね、事故現場の方近づいていきたいと思います。この辺りは割と賃貸の駐車場が多いんでしょうかね。道路脇の微妙なスペースが駐車場として貸し出されています。お、そしてここにですね、知りませんでした。アパマンショップ札幌平岸店の駐車場はこんなところにあったんですね。これは新しい発見です。まさにこれぞ現地調査ですね。アパマンショップという車と、そしてこのアパマンショップの看板が入ったこの風景。この風景が貴重な資料になってしまうのは確実に時間の問題だと思われるので、ここはね、じっくりね、撮影していきたいですね。これはもう完全に貴重な資料になりますよ。アパマンショップ札幌平岸店、平岸駅前店か、平岸駅前店でした。ごめんなさい。これはね、貴重な資料になりますよ。電話番号が下に書いてありますが、まあ、電話をしたところですね、電話機どころか電話線ごとコッパみじんになっているでしょうから、いたずら電話をしても全く無意味だと思います。いやー、これはね、貴重な資料になります。この風景は間もなく貴重な資料になると思われます。これをね、またサムネイルにしていきたいところではありますね。それではですね、事故現場の方に近づいていきましょう。ここからでもはっきりとですね、うずたかく積まれた瓦礫の山が確認できます。そしてここにですね、なんかすごい風格のある建物、そして高級そうなお車、これはまたね、平岸村時代からありそうな、とっても年季の入った建物ですね。古き良き北海道開拓時代を今に伝えていそうな感じです。そしていよいよですね、例の現場に肉薄してきました。あまりの悲惨さに圧倒されてですね、不思議なオーラに足止めを食らってしまいました。でも勇気を出して先に進んでいきます。いや、これはひどいですね。これは本当にひどい、まあ、テレビなんかではね、よく地震の後なんかの風景としてこういうの見ますけれども、これが全部ね、人災ですからね。あ、でこっち側はですね、窓ガラスやっぱり相当いられてますね。いやー、ひどいですね。これはひどいですね。隣の居酒屋も完全に壊れていて、アパマンに至っては完全に木っ端みじんですね。生でこういう光景を見る日が来るとは私も思いませんでした。すごいことになってますね。これが天災じゃなくて人災ですからね。個人の力でここまで大きな爆発を生み出すことができるもんなんですね。そしてこれがロイヤルホストの入っているビル。爆心地に面している方のガラスはもちろん全部壊れていますが、ここは意外とね、大丈夫ですね。爆風がもろに当たらなかったのが大丈夫です。こっち側も爆風食らったと思うんですけど、意外と大丈夫ですね。こうしてみると、
爆風の伝わっていった方向っていうのもある程度推測することができますね。この被害を受けたマンション、カミール・ヒラギシというマンションですが、おそらく工事関係者などなどが多数出入りするのがですね、マンションの入り口には三角コーン、パイロンがですね、多数置かれています。このマンションの住人もこんなことになるなんて夢にも思ってなかったと思いますね。あ、でここにもですね、瓦礫が飛んできていますね。そしてこれは左側の歴史的建築物ですけれども、これファミール・ヒラギシのあのマンションが爆風を受け止めてくれなかったら、この建物もかなりね、怪しかったと思いますよ。そしてアパマンショップ札幌ヒラギシ店ですね。あのくれぐれもこのアパマンショップの車だとか、あの設備にですね、いたずらをしたり傷をつけたりすることだけは皆さんやらないでください。インターバン6304からのお願いでございます。そしてこのヘアシュという消臭スプレーですけれども、株式会社ヘアシュという関連会社で売っているもので、1本あたり9000円の売り上げがあったそうです。そしてヘアシュのですね、成分を見てみますと、可燃性の成分ジメチルエーテル、エタノールが半分以上含まれているんですね。1本 200ml のうち 100ml 程度は可燃性のガスだったということがわかります。これを120本部屋の中にばらまいたわけですから、ざっと12リットルぐらいは可燃性ガスがばらまかれたということになります。このジメチルエーテルは軽油の代わりとして使われるということも知られていまして、軽油が12リットルあれば燃費のいいディーゼル車だったら札幌から旭川まで行きますし、燃費の悪いディーゼル車でもエベツぐらいだったらたどり着くことができるのではないでしょうか。それだけのエネルギーを持っていますから、あの大爆発も見つけます。そしてここがですね、平岸中之島通りという、平岸の駅前通りと言っても過言ではない、ここも大きな通りになっています。こちらはですね、ここの先に行くと増進会、国大学力増進会があって、私も以前あの時に通っておりました。そして川本本部、これは昔からある家ですね。そして左側のですね、マンション、これまたクラシカルなマンションなんですけれども、私は物心つく前からおそらくは建っていたであろうですね、マンションで、このギザギザに並んだ窓が素敵でございます。今見てもなかなか斬新なデザインですね。2階より上は住宅、1階部分は商店街になっています。ハンコ屋さん、その隣が洋室、そしてクリーニング屋さん、いろんな店がですねありまして、これがこの建物、平岸パークマンションの入り口です。パークマンションの入り口にはですね、古き良き札幌オリンピック時代を彷彿とさせるような一つのオブジェがあります。いいですね、素敵ですね、持って帰りたいですね。そしてこれが平岸駅の3番出入り口になります。3番出入り口には第5カフェというお店があります。営業はしていません。それでは今日はこの辺で。この動画はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。